はい、カボス TV ゆうじです。今日もカボス TV チャンネルを開いていただきありがとうございます。未だに草刈りをしております。先日の続きです。今日も草刈りやっていきましょう。変わらぬ草刈り動画ですけど、本当皆様ありがとうございます。作業も遅れてますけど、ぼちぼちマイペースで頑張っていきます。先日の続き、草刈りやっていきましょう。
それでは肥料の方を撒いていきます。今回も肥料は鶏糞を撒いていきます。はい、肥料をまいて、でエビラを戻しました。じゃあこのフェンス際を草を刈っていきましょう。はい、ナイロンコードがなくなったので今回はトルネード M2 に交換しました。じゃあ続きをやっていきましょう。
フェンス周り終わりました。やっぱトルネードすごいね。やよう切れる。結構の笹でもいけますね。あと下の段の肥料巻きがまだありますので、下の段の肥料巻きをやって終わりにしましょう。はい、終わりました。じゃあ最後に見てみましょう。はい、こういうふうに終わりました。綺麗になりました。で、下の段も綺麗になりました。柚子が鳴ってますね。はい、結構綺麗な柚子鳴ってますね。これで圃場の方は終わりました。圃場の方の草刈りと肥料巻きですね、ここが最終です。終わりました。あとはですね、いろんな関連したのり面とか扇子とか、まあ、そういうところを今後やっていこうと思います。あとですね、柚子が鳴ってます。で、柚子販売開始いたしましたので、少量なんですけど、まあ、欲しい方はカボスカンパニーホームページの方からどうぞよろしくお願いいたします。ということで、なんとか圃場の方は終わることができました。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もどうぞよろしくお願いいたします。